南京随撃沈葬、南京随撃は、戦国時代の僧侶。臨在僧流丹寺二世住職で、南京和尚とも呼ばれる。今川義元の葬儀を取り仕切る、安骨大同士なども務めた。伊池出身で、女性の伊伊直虎を道家当主に推薦したことから、当主不在時に伊家を率いていた可能性が高い。南京随劇は、伊国上主。 いいただし平の次男もしくは三男として生まれた。ただし、2016年に発見されたリ灰や、ューブ部デ寺が所蔵する南京過去帳には父、三田秀君子寺と記載されており、これが直平の法名でなければ、父は別人ということになり、そのことから、養子説も出ているがはっきりしていない。リューブ部デ寺一斉住職として自家平に招かれた木総入りに、 弟子入りして出家し、同時住職を継いだ。天文十三年に、兄弟のいい直道、忠義が今川義元の命により殺害された後、直家満の子、亀之助も殺すように命令があった際、直家満の家老、今村正美は、南京随撃と相談の上で、師匠、木総伊淵ゆかりの寺であった、品濃国稲郡一田里の松源寺に書状を送り、 そこに、亀之助をかくまった。自家平の死後、井池は、後継者が戦死したり残言を信じた、今川家に撃たれたりするなどの危機が続いた、南京随劇は、そのような非常時にあたり、悠椿にと相談の上、出家していた、直森の娘の二郎帽子を同家当主に推薦した。武田家の信仰により領地及び、上司国司の地位を失ったが、井池最高のために、 いいなおまさが、徳川家康に仕えるきっかけを、自家とららと共に作った。ありがとうございます。